これぞチームワーク、華麗なる勝利と言えますね。エイエイワーエイエイワー。各部隊の統率がここ一番で乱れてしまう。急に何人も抜けたからしゃあない。抜けたというか突っぱ抜かれたというか。頭固えからホイホイ計略にかかるんだよ。よいち、優しいね。負けて苛立ってる私のストレス解消代になってくれるなんて。えいでて、でも実際どうすんだよ、こっから。ある意味このままでもいいと思うぜ、源君。確かにこの2戦は1位で目立ってたせいか、引き抜きとかガンガン食らったけどよ、おかげで軍の海は相当出せたんじゃないか。今残っているのは中心ばっかだろ。だから軍のアイドルでもあるお前は裏工作に怯えたりなんかしないで堂々と戦えばいい。そうね、今日だって久喜相手に惜しかったじゃない。次こそ勝ってみせるってね。せい、だから言って、俺に技かけんな。そうか、そうだな。みんな、こんな義経だけどついてきてくれるか。当たり前じゃん。北畑さんの言う通り、今日だって惜しかったわけだし。みんな、次こそは絶対勝とうぜ。うん、ありがとう。義経はいい仲間を持った。よし、胸を張って帰ろう。今日の式も緊張した。おい。あ、聖祖先輩。その、今日は。慰めはいらん。お前も負けただろ。はい。だがあれだけ家臣の信頼が厚い。そのコツは何だ？コツ？そんなの考えたこともありません。うん。兵に対してどんな感情を抱いている？義経についてきてくれることを感謝して。感謝か、いまいちピンとこないな。ん？ああ、トイレに行こうとしてたのか。すまなかった。ほら、行け。失礼します。おい、義経、もう2、3個聞きたい。ああ、ちょっと待ってください。はい、こんな感じだね。もはや詰んでいるような。人数があまり多くなかった松永軍は今じゃ人材の受け皿になってるとか。全て計算済みだろう。そういう人間だ、松永は。おい、お前たち、提案がある。マープルは俺が引っ込めば覇王軍は強くなると言った。それが本当か見てみたい。ということは、俺は今から引っ込む。このことを皆に伝えて、次の戦いでは参加してもらえるよう促してくれ。それだけでみんなまた参加してからかな。ああ、やむを得まい。では引っ込むぞ。あ、戻った。雰囲気が明らかに変わったな。なかなか美しい。戻ったね。僕でもはっきりわかるや。迷惑かけて本当にごめんね、みんな。幸運は私でもあるから、もう手遅れかもしれないけど、少しでも勝てる可能性があるならそれにかけてみたくて。その人格の切り替えは任意にできるのかい？
感情が高ぶると難しいけど、冷静なら。じゃあ今までも戻ろうと思えば戻れたの？即座に自由自在とまではいかないけどね。そうだったんですか。ただ今までずっと封じられていた分、しばらく皇后側に自由にさせてあげようと思って、それでみんなに迷惑かけちゃって本当にごめんなさい。そうだね、何より一生もできてないのはさすがに。ああ、美しいプライドに関わる問題だ。うん。前向きで話が早いのは川上学園のいいところだね。たかし、お友達来てるわよ、直江くん。わかったよ母ちゃん、でけえ声出すなよ。なあ直江くん、いくら君が言っても俺は覇王に。あの、へっ、覇王様。いや、これは葉桜先輩。この前は言い過ぎちゃってごめんなさい。ずうずうしいお願いだけど、また力を貸してほしいの。おふ、先輩、わざわざそれで俺の家まで。わかりました、頑張ります。ありがとう。こりゃまた美人ね、たかしのガールフレンド。なわけないか。ああ、そうめん茹でよ。ありがとうね、ヤマト君、こんな時間まで。私からもお礼を言いますよ、ヤマト。それは俺だって同じ気持ちだ。次の模擬戦、俺は完全に清楚の心の片隅に引っ込んでいると約束しよう。どういう結果になるか俺に見せてくれ。すまないな、手のかかる覇王で。ん？あ、お前、こういう時はもう少しこう、人の優しさを見せる時ではないか？正論を盾に、サディストめ。ぐわん！こいつ、説教のストックを溜め込んでいるな。俺は引っ込むとしよう。体を揺らすな！引っ込めないぞ！なあ、半蔵。もとい。ヤマト。俺とて今回の件は参っているんだ。だからもう言わなくていいだろう。疲れただろ、目薬さしてあげよう。
開幕から4連敗か。なんかシンパシー。密かに応援しておこう。ほう、面白い組み合わせだ。覇王軍が相手になるか。初顔合わせですな。8月になると家の事情で欠員も出てくる。東馬や宗像が戻るまで少し戦力が心細いが。何、他の連中を鍛えるチャンスだと思いましょう。みんなありがとう。またこれだけの人が集まってくれるなんて。8割は戻っているな。8割は負けっぱなしも悔しいからね。ありがとう京極くん。クラスメートを案じたまでのこと。総大将が覇王じゃなければ俺はやるぜ、俺はやるぜ。本当ご迷惑をおかけしました。おい、朝倉先輩に罪はないんだ、責めるな。で、兵が戻ったのはいいが、今回の相手は茎だぞ。どう美しく勝つ気だ。優勝候補じゃねえか、大丈夫かよ。おい、その呼び方やめろや。ヤマトと私が敵前でキスをして、その愛の力で敵を撃つ。確かに都は超絶強化されるだろうが。今日軍の指揮権は直江ヤマト君に渡します。ほう、では皆で成長しようではないか。そうだね、秀夫君もモンちゃんがいるから冷静だし。主力がいない分無茶はしないかもな。葵トーマがいないならいけるかも。俺は初めからいけるって思ってたけどね。良い子の皆は宿題ちゃんとしてるかな。クッキーです。さあ、8月の暑い中模擬戦の開始だな。直江咲さんがヨーロッパに帰ってしまったので、おじさんこと宇佐美巨人が解説を担当します。もう少しキビキビとやらないといかんぞ。はいはい、おじさんの解説なんて需要あるのかね。さあ、第一戦は武蔵軍対松永軍の対決だ。ライバルたちの戦いぶりをよく見ておこう。必要ねえよ、松永軍じゃねえかな勝つの。まあ順当にいけばそうだろうね。いつの間にか2強が3強だし。というわけで俺見なくていいだろう、アーバーよ。ああ、よいち。もし松永軍が負けたら鼻からコーラ飲んでやるよ。よし、右翼は槍ぶすま三段突きじゃ。よいか、1段目が突っ込んだら即座に2段目が突っ込むのじゃぞ。行けなんだこの連携力。武蔵隊、相手のほつれに向かって突っ込め。機動力まで上がってるとはやるじゃん。まあもっとも俺の方が早いから。これは1年生たちの動きが良くなっているのか。単に喧嘩になれたんだろ、若者の成長だな。おじさんからしたら羨ましいね。気づくものがあって、おじさんは借金しか気づいてないや。素晴らしいな、短期間でここまで。こうなると怖いぜ、勢いに乗った若いのは。おい、小早川から伝令ですよ総大将。膠着した前線にラチを開けてくれと。出馬要請ですか。まあとにかく伝えましたよ。よーし、
補給完了、行くぜ。次の獲物は誰でもけ。相手しよう。好きに動いてくれたな。さあ来いよ。いい気になるな、チェスト。なんだこいつ、地味に強えぞ。うん、旗色は互角、勢いに勢いでぶつかってもダメか。1年生やるね。突起すべき人は少なくても総じてレベル高いや。とはいえここで一旦引いて体勢を立て直すのも兵士たちのプライド傷つけちゃうしな。ちょっと戦場引っかき回しまっしょい。奇策で倒すより正面からやっつけてあげると敗北感を植え付けられるからね。よっ、なんじゃこいつ、いきなり敵将を狙ってとネバーキック。んよおっと、これは総大将が前線に出た。すぐ次ん、チェス。敵将を狙ってたネバーパンチ。うわ、チェストの一撃は怖いけど出す前に叩けば OK だね。松永さんが旗を離れた。チャンスです。前泉流ツバメ落とし、せいや。まず、ゴール、ものすごいロングシュートだ。予想を上回る攻撃速度だったよ。ごめんね、みんな。いえ、俺たちこそ甘えて救援お願いしてすいません。納豆を食べて心を落ち着かせて反省会だね。勝ってる時も納豆ですよね。そうだよ。疑問形で返されてもな。やはり旗からは意地でも離れたらダメだな。ワンチャンスで瞬時に倒してくるからな。しかし決まり手は一瞬だったけど、死死類類だな。前線は大激戦で多くの戦士が負傷している模様。ちょっと怪我人出るペースがあまりに早すぎるかも。ガチで戦ってればそれはこうなるだろうよ。まあそのガチっぷりが人気の秘訣だからね。